本日は明日から公開されます映画アンダーワールド覚醒 3D のトークイベントおよび試写会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。そして本日はスペシャルゲストとして SDN48 のセリナさんが主人公のセリーに扮して登場してくださいます。皆さん大きな拍手でお迎えください。かっこいいですねセリナさん。アンダーワールド覚醒 3D もうご覧になったんですよね、はい、いかがでしたか。セリーの戦いっぷりが本当にかっこよくて、なんかもう最初はどうなっちゃうんだろうって思ったシーンとかあったんですけど、はい、後半のなんか戦略、戦う戦略がもうすごい、わっこう来たかって思うぐらいで、そうですよね、本当にもうよかったですね、はい。あと彼女のポージングとしてすごくなんかしゃがんだりとかありますよね、はい、ありましたね。スライディングしたりとか膝で、はい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 、ああいうポージングっていうのはなんかグラビアの参考になったり、はい、そうですね。ちなみに今の気持ちは、はい、この衣装を通してのフィーリングはどんな感じでしょう。どんな感じですかね、なんかあ、うわこういう感じですかね。これはね、もう本当に皆さんカメラを持ち上げたいような気持ちですよね。すいませんね、後ほどポーズを撮っていただ、はい、この映画の中では、はい、ドラキュラー族と狼男族、ライカンが登場しますよね、はい、もしなるとしたら自分はどっちになりたいですか。どっちかな、やっぱりドラキュラーの方ですかね。急に狼とかになったら着てるもの破れちゃったりして、はい、そっか、はい、それ嫌だなって思いますね。もったいないですもんね、はい、彼氏にライカンかドラキュラを選ぶとしたら、うん、どちらがいいですか。ライカンですかね。普通に人間の状態とかで会ってても、あの都合が良くなって例えばマネージャーさんとかが来たりした時に、狼の方になってもらえたら、はい、ごまかせるかなと思って。ああ、そういうペットだよみたいな感じ。でも甘噛みとかされたいですね。甘噛みですか。本噛みはちょっと、はい、本噛みはちょっと痛いなって思っちゃうかもしれないですけど、どこら辺ぐらいから攻めていただきたいと思いますか。どこら辺だ、足先から徐々に上に来てほしいです。あ、器用なライカンの方が、ね、はい、ちなみにセリナさん、はい、まあ、ヴァンパイアのセリナさんは、はい、どんな感じに、どこから攻めて。多分噛みたいって思った時は本当噛みたいっていう思いだから、そんな焦らされたり甘噛み程度じゃ納得いかないから、思いっきり噛みたいって思った場所に、その時噛みたいと思った場所に思いっきりガッて噛みつく感じ。今日大変すごいセクシーな衣装ですけど、はい、衣装のポイントは。衣装のポイント、そうですね、うん、やっぱりあの絶対領域と、あとウエストを見せた部分と、あと胸元も結構出したところ、なんかもうとにかく出せるところは出しちゃったんじゃないかなみたいな感じです。なるほど、はい。普段握手会とかでもそういうセクシーな衣装着たりするんですか。はい、いや、握手会の時はセクシーな衣装着ないですね。まあ、握手しただけ多分興奮すると思うので、それ以上の興奮を与えないようにしてます。SDN48 のメンバーでも今月、はい、西二宮、あ、はい、二宮子ちゃん妊娠されたということで。お、聞きましたね。そうです、初めて聞いた。よかっぽー、赤ちゃんできたってみたいな感じの話になって、よかったねみたいな話をみんなでしました。第一号だねって。ご自身は赤ちゃん欲しいと思いますか。はい、そうですね。でもなんかこの間夢見たんですよ、お腹に赤ちゃんいる夢。でなんかなんでお腹に赤ちゃんいるのかなとか、なんかいつ生まれるのかなとか、そういう考え方はとにかく一切せずに、とにかくお腹のがすごい大事な、なんか多分母性本能だと思うんですけど、そういうのを感じて、その夢見た次の日からなんかすごい幸せな気持ち、新たな幸せな気持ちがなんか芽生えました。